この名はアドルフ・ヒトラー。20世紀の世界を第二次世界大戦という破壊と殺戮の世界に変え、犠牲者5500万人という人類を狂気の時代に導いた男である。アドルフ・ヒトラー、この恐るべき独裁者から世界を救おうと彼の命を狙った者は多い。驚くべきことに、その暗殺計画分かっているだけで42。例えばミュンヘンで演説会場に爆弾が仕掛けられた事件、死者8名、重軽傷者多数を出したこの事件で、ヒトラーは会場で演説をしながら負傷すらしなかった。ベルリンでヒトラー50歳を祝って行われた誕生パレード、そのパレードに狙撃銃で彼を狙う一人の男がいた。だが引き金はついに引かれなかった。ソ連領内スモレンスク、戦場を視察するヒトラーの専用機に密かに時限爆弾が仕掛けられた。だが爆弾は炸裂することなく、ヒトラーは無事帰還する。ベルリンのホテルで起きたナチスの要人を狙った毒殺事件、不思議なことに症状が最も軽かったのはヒトラーだった。そして総統大本営で起こった会議室爆破事件。だが驚くべきことに、その破壊尽くされた会議室からヒトラーは無事救出される。しかもさらに驚くのは、会議室で彼の近くにいた者の多くが爆死、あるいは深い傷を負ったが、ヒトラーはほとんど無傷であった。歴史上ヒトラーが他の人物と大きく違う点は、彼は危険を感じる本能のようなものを持っていたことです。その本能のようなものへの自信からなのだろうか、ヒトラーは暗殺を恐れず側近たちにこう語ったことがある。神の摂理が私に課した歴史的使命を果たす前に、私が死ぬはずはないだろう。私は決して他人の手にかかって死にはしないだろう。自信に満ち溢れた不死身の悪魔アドルフ・ヒトラー。その恐るべき悪魔に暗殺という企てで挑んだ男たちがいた。その男たちが夢見たものとは、ヒトラー暗殺。その知られざる歴史のドラマは一体我々に何を問いかけてくれるのだろう。ヒトラーが首相の座に就く1年前の1932年1月、当時彼が常宿にしていたベルリンのホテルで事件が起こる。その日、ヒトラーと共に昼食をとった者たちが次々と倒れ始めたのである。その様子から食事の中に毒が仕込まれていたのは明らかだった。すぐに医者が呼ばれる。重体の者が多い中、不思議なことにヒトラーだけが極めて症状が軽かった。実は彼は生まれつき胃が弱く、小食で菜食主義がゆえにこの難を逃れたのである。これが後に42を数えるヒトラーの暗殺計画の始まりだった。1年後の1933年1月、ヒトラーは時の大統領ヒンデンブルグの指名を受け、首相の座に就く。首相となったヒトラーは間もなく強引な政治手腕を発揮、やがて彼の政敵たちによって毎日のように命を狙われるようになる。だがそんな危険の中でも、ヒトラーは護衛の者たちの制止を聞かず、突然町のカフェに出かけ、好物のシュークリームを前に周囲の人々に愛想を振りまくことがあった。それはあたかもヒトラーが暗殺というゲームを楽しむかのようでもあった。ヒトラーは大変な自信家でした。悪いのは社会で、決して自分ではない。
そんな思いはどんどん膨らみ、やがて自らを神に近い存在だと思うようになるのです。1934年8月、ヒトラーにとって目の上のたんこぶとも言うべき大統領ヒンデンブルグがこの世を去る。この時ヒトラーは速やかに動く。彼は暴力的な議会運営で大統領と首相を合わせ、自らを総統と呼ぶ法案を強引に可決してしまうのである。この法案によって、これまでヒトラーの影響を受けずにいたドイツの国防軍は、総統アドルフ・ヒトラーの軍隊として忠誠を誓うことになる。だが、国防軍の中にはヒトラーに反発する軍人たちもいた。やがて国防省の一角に、後にレジスタンスグループと呼ばれる男たちが集まるようになる。主なメンバーは情報部長官カナリス、その副官オスター大佐、そして国防軍の中で最も尊敬を集めるベック陸軍参謀総長だった。彼らはじっと機会を待つ。1938年3月、ヒトラーは生まれ故郷であるオーストリアに強引に軍を進め、オーストリアをドイツに併合する。ヒトラーにとって故国オーストリアの併合は彼の野望の終わりではなく始まりだった。このままヒトラーの政権が続けば、いずれドイツは破滅するに違いない。国防軍のレジスタンスグループに軍人ばかりでなく、政治家、法律家といった民間人も参加するようになるのはこの頃だった。民間人の参加によって、ベック参謀総長らは軍事クーデターを考えるようになる。彼らの目的は一致していました。ベックたちが軍事クーデターを起こし、ヒトラーを逮捕した後、ドイツを法律に基づいた民主国家に再生しようと考えたのです。9月に入ると、ベルリンの総統官邸の近くの一軒の民家に、密かに40名ほどの若者たちが集まるようになる。兵士、学生、労働者によって構成された総統官邸を襲撃する突撃隊だった。突撃隊の中に民間人が含まれているのは、このクーデターは単に軍人の行動ではないことを国民にアピールするためだった。さらに指揮官たちの間では密かにこのような手はずになっていた。逮捕したヒトラーは即座に射殺すること。その頃、ヒトラーの命によってドイツ軍はチェコ国境に集結し始めていた。これを戦争の危機と感じたイギリス首相チェンバレンはドイツを訪問、ヒトラーと会談の時を持つ。この会談でヒトラーは第一次大戦の敗戦でチェコの領土となったズデーデン地方の返還を要求。渋るチェンバレンにヒトラーは間もなく軍を進めると言い残し、空路ベルリンに戻るのだった。ヒトラーがチェコに軍を進めれば、イギリス、フランスが参戦、再びヨーロッパに戦争の嵐が吹き荒れるのは明らかだった。ヒトラーのチェコ進軍の命が下れば一斉蜂起せよ。ベック参謀総長がクーデターに参加する各部隊に指令を出す。ドイツ中が戦争の陰に怯える中、総統官邸を襲撃する突撃隊は息を潜め、ヒトラーのチェコ進軍の命を待つ。だが、その突撃隊に思わぬ知らせが伝えられる。あれほど強硬だったヒトラーがムッソリーニの調停を受け入れ、再びチェンバレンとの会談に同意したのである。こうして9月29日、世界中が注目する中、世に言うミュンヘン会談が行われる。この会談で、ヨーロッパでの戦争を恐れたイギリス首相チェンバレンは、ヒトラーに平和条約を結ぶことを条件に、
ドイツへのズデーデン地方の返還を認めたのである。それは戦争も辞さないと強硬な姿勢を取り続けたヒトラー外交の圧倒的な勝利だった。戦争を回避した喜びと第一次大戦で失ったズデーデン地方を取り戻した熱狂がドイツ全土に広がり、総統アドルフ・ヒトラーの人気は一気に高まりを迎える。そしてこのミュンヘン会談の成功によって国防軍のレジスタンスグループはヒトラーを倒す絶好の機会を失ったのである。